あえて取りつかれやすいな状態にしたんですけど、うん、やっぱりカクンとやっぱり乗っかかれて重いなと思ってましたよ、うん、でこれ取ったら破いたらだいぶ楽になったので、何の札かなと思って気になってました。変に霊を読んでるのかなと思って。この札がですか。はい、なんかこれ取ると体は振って楽になりましたけど。あ、そうですか。しましょう。ライム交換したんですか。はい、なんかこういう感じでやりとりして、なんかこういった、それも人形なんですか。ところにの前に座らせられて、ええ、あの除霊しますっていうことでバンバンバンって叩かれて、なんかダーッて唱えてて、その時になんかひたすら私もなんかわーってなんかやめろとかってなんか叫んでたらしいんですけども、うん、はい、自分では理解、なんか頭ではなんか聞こえてはいるんだけども、うん、なんか止まらなくて、なんかどんどんなんか言葉が出てくるというか、うん、そう、背中を叩かれたらいろいろやめろとか止めろとか、なんかここに痛いんだよとかっていう感じでずっと喋ってるなっていうのは分かったんですけども、うん、体貸せっていうふうに言われたっていうのがあって、体貸せ、お前の体をよくせなみたいな感じで言われて、言っていたっていうのを私はずっと喋ってて、自分でも言ってるのはちょっと壊していたんですけども、ただもう止めてなくて、ただ言葉だけが出てくるので、エクソシストみたいですね、うん、どうですか今全部あのお札開けちゃいましたけど、体の具合はいかがですか。あ、そうですね、先生がいらっしゃる前まではちょっと体調がやっぱりこう気持ち具合悪いなっていうのがずっとあったんですけども、うん、まあ開けていいですかっていうことで開けて見ていただいて、うんうん、なんかまあなんとなくこう、まあ、開けたってことはあまりこの効果はないってことでいいんだなって、なんかそう思ったらなんか気が、まあ、なんだっていう感じ、なんか何だったんだろうっていう、そういう気の楽さっていうところって言ったら、そういう感じだったのかな。バレちゃいました。なんだろうと思って。もう持ってってくださいって。あ、そうです。これ違う方ですか。これも同じですね。これがなんか持ち歩きやすいと、これが守ってくれるからって言われたんですね。何でしょう。でも一緒ですね。名前ですか。そうですね。身につけます。はい、もし効果があるんだったら身につけた方がいいのかなと思うんですけど、ないのを身につけたかなっていう。やっぱ触ると分かりますね。そうですか、どんな感覚するんですか。なんて言うんでしょうね、いいものはなんか手がビリビリするとか、例えばオーリングって聞いたことあります。ない。こうやって僕はこうやって離します。力入れてくださいね、軽くていいですよ。でこれをやって、左手を出して、左手このまま、そうでまた一緒、何もしなくていいですよ、のせるだけで、はい、でまた右手一緒です、こう引っ張ります、また力を入れて、すぐ取れちゃうとあまり効かないとか、あ、要するにすぐ取れちゃうとこのお札が効果がないって言えば、すみません、僕が昔から、はい、で乗せてます、で右手ギュッて力入れて、わ、はい、かります、開かないの、開かないです。これ取っちゃいますよ、はい、力入れてください、はい、分かります、っていうふうに開きにくくなるんですよ、いいもの差し上げます。すいません、僕汗臭いんで、あ、全然私も臭いと思います。逆にこれ自分で作り直してくださいね、よかったら差し上げます。 ありがとうございます。ごめんなさい、ずっといつもしてるものなんで、あの本当に汗臭いんで、本当にすいません。あ、全然大丈夫です。あの私の方は全然臭いんで。ここに引っ越してきたのが10年前じゃないですか。10年前ですか。で、病気をしたのが3年前。そうです。大きい病気が今のこの状態になる、きっかけになったのが3年前ですね。その前は
あったんですよね。その前もしょっちゅうよく倒れてて、何回も何回も救急搬送されるって感じで、うん、ここに引っ越してきてどれぐらいですぐ体調って悪くなったんですか？ここに引っ越してきても、うん、やっぱ1年以内にはもう入院とか救急搬送されたのがもう3回以上あって、うん、でそれがいつも常にだったので、うん、で救急隊の人もなんか最後に倒れた、この症状になる時に倒れた時に来た人も私のことを覚えてるぐらい、それくらい頻繁だったので、うん、それ原因は何なんですか？嘔吐して倒れちゃった原因っていうのは血圧ですかね、低血圧あの床の人混みの中とかに行くとすぐにストンって倒れちゃって、うん、子供の頃からずっとあったので、であのもっともっと転換持ちじゃないかっていうのもあったんですけども、うんうんうん、で見上げてたらそのままストンって倒れて、なんかバーって足をこう自転車のこぐみたいな感じでガーってこうやって、で痙攣みたいなのを起こして、なんか物を壊していったっていうのがあって、気づいたらなんか物が全部散乱してたっていうのが子供の頃からもあって、この子ちょっとおかしいんじゃないかっていうのもずっと言われてたから、でもちょっと大人になるにつれてだんだんそういう症状もあまり起きなくなってきていて、高校ぐらいになったらは結構部活とかもすごいスポーツもよくやっていて元気だったので、今の状態になってるっていうのも、あの昔の同僚とあの友人たちもわからないっていうぐらいなのに、ここまでひどく落ちてしまったっていうのも、この間ももう本当に何ですかね、自殺をしたくなってしまうっていうのを自傷行為をよく起こしているっていうのもあるので、うん、自傷行為ってリストがあったところですか？あ、それですね、うん、今子供さんがいるんですからダメですよ。そうなんです、ね、子供さん、お母さん亡くなったら一番悲しみますよ。いやでもあの私がこういう状態なんで、うん、逆に恥ずかしがってると思うんですよね、うん、そんなことないですよ子供さんは。ちなみにあそこ上何入ってるんですか？あ、開けてみていいです？あのなんかいろんなものが入ってるんですけど、お札とかないですよね？お札とかも置いてないです。そこも置こうと思ったんですけども、こっちもないですか？開けてないです。それも多分主人がなんか全部物突っ込んでるみたいで、一回なんか私も開けた時になんか人の言えないものがあったので怖くてもう開けれなくなっちゃって、もう全然私は使ってなくて、主人がなんか物置にどんどん入れて、あのよくあのすごい汚いんですけど、あの寝室とかも見てもらっても全然構わないです。病気になってんで、ここまで回復したらすごいですよ。そうですか、ね、うん、仕方ないですかね、今、うん、話し針は頭とこっちですか？こっち頭ですね。でこっちの方にお札とかも置いたりとか、ここにあの筆もこれ先も一緒、これ先もですね、へー、置いて、ここにおばあさん の, あの写真飾って、ね、あのお墓参り行けなかったので、コロナの時代だったんで、母親代わりで育ててくれたおばあちゃんなん でとにかく甘いものが好きな人だったから、とにかくご飯はどうしても作れないから、うん、パンとかだけでも置いてって感じ、朝、うん、お水とパンだけ置いてっていうふうにいつも言ってるんですけど。今もですか？今も毎日一応。ちなみにどれ部屋気持ち悪かったんですか、一時？あとあの主人の部屋の方ですね、行ってみる、はい、ここは、うん、
と見てほしかったのがあるんですけど、眠り目がちょっと気持ち悪いのがあって。これがすごい非常に気持ち悪くて、なんか本当に勝手な自己判断で勝手な考えてなんですけども、なんかこれに中入ってるような気がして、魂抜きと思ってよく外に放置して、こっからなんか抜けていかないかなと思って。魂抜きはご本尊とかがないと難しいんですよ。あ、そうなんですか。ご本尊というか、あの木の仏像とかあって、いろんな道具があって、遮水って言い方をして、あの木で水をこう飛ばしたりとか、飛ばすやつも回数とかもありまして、でやっていかないと。ちなみにこれがなんでそんなに気持ち悪いんだろうっていうか、とにかく怖い怖いっていつも泣いていたっていうのがあって、おかっぱの女の子は、うん、記憶にあったりします？はい、あの子供の頃、あの身近の方でいました。家にいました。うん、小さい頃からすると、小さい頃からずっといました。いつもいて、うん、夢にも出てくる時もあって、うん、でもそれは単純にあの近所の友達かなって、今似てたので、うん、そうかなと思ってたんですけども、これぐらい身長、あの戦争当時の子とかじゃないですか。うわ、顔しか見えなかったんで、ただパッツリおかっぱでした。若いですか、子供？それこそ9歳、まあ何歳でしょうね。うん、あとうちの母はあの水子もいるんで、うん、あの何人か子供を下ろしてるはずなんですね。そういうのを供養したかっていうと、すごく怒って、うん、もうそれで。とにかく非常に怒るので、そういうのを供養しないとっていうのを話していった矢先に、母親も脳腫瘍とかで脳の病気になって、うん、で その後に今度私っていうふうに続いてきてるので、じいちゃんが亡くなった時、死んだ時に板子さんに来てもらった時に、うちのお母さんがとにかくだらしないくって、親戚の前であの喋ったらしいんですけども、でお前はあの男にまずだらしなくて、あのいろんなことこれからも知りかしと思うから、注意しないとお前は絶対いつか子供を不幸にするからっていうのをバーって言ったらしい、言ってたんですね。そしたらもう母がもう怒って、うん、で親戚の人もすぐバーって怒って母に対して、うん、でそこでまあみんなで言い争いしてたら、もうあの何ですかね、うちさんのチンってやるやつ、うん、あれやってガーンと音がしてやめろっていう感じの音で、もうすごいちっちゃんが怒ってるなっていうのが分かって。ちなみに母の三つ子は何人ぐらいいるとかは？3人ぐらいでもいます。5人以上とかは、それも何も、3人ってのはあくまでも母が言ったんですか？多分母は隠してると思います。何か下ろしたでしょっていうふうに言ったんですね。なんか女の子、子供の霊みたいなのが頻繁に見えるか、見えるというか、あるから、もう私にいるでしょ、姉ちゃんか妹かなんかいるでしょっていうふうに言ったら、そんなのいないよとかっていう感じですごい怒って、そんなこと言うならね、あんたを産まなきゃよかったっていう感じでバーって怒っちゃったんで、もうそれ以上聞いてない、でも絶対いるなっていうので。お母さんの方のお墓は行ったことあります？うちの実は母親、うん、言ってないです、うん、小さい頃、話がだいぶ脱線してしまうんですけど、うん、取り憑かれるかもしれないっていうふうに言われてたじゃないですか、うん、それは家族の方は取り憑かれやすい、ばっちゃんが言ってました、お前は絶対にすぐに疲れるからって、うん、あの母に連れていけないって言われて、すごい、うん、いつも夢の中であの子供たちが手を振ってる私に出して、こっちこっちって感じで呼んでるんですよね、うん、そういう夢をずっと小学校の頃から見てて、それはもしかしたら、じゃあそのお母様があの下ろされた水子たちとかってもちょっと自分でも思ってて、だから絶
た何かを隠してるなっていうのがあって、その子たちをおろそかにするから、私とかにもこういう何かを及んでるんじゃないかなっていうのがあって、うん、それで先ほどおっしゃってましたけど、おばあさんに育てられたってことですか。おばあちゃんが、私のお母さんがあれですね、うん、その時お母さんどちらにいたんですか。うちの母は、うん、離れて、うん、あの出稼ぎに出て、うん、あのそこでなんかいろいろ水商売とかやって、うん、育てるためだからっていうふうに言っているけども、うんうん、単純に多分逃げたんだと思うんですよね、うん、それは東京出て一人に暮らしたいから。そうですね、もうやっぱり子供がいると何かにつけて邪魔だからっていう、子供ながらにそれは分かってるので、うん、ああそうなんですか。ばっちゃんに育てられてて、ばっちゃん に捨てられたら私生きていけないと思ってたんで、うん、でもいいおばさんだったんですよね、うん、そうですね、もうそのばっちゃんが死んでしまったので、うん、その死んだ時に私が脳梗塞にもなっちゃったから、うん、それまでは、ま、なんとか守ってくれていたんだけど、多分ばっちゃんも守りきれなかったんだろうなってちょっと思ってて。子供さんは、うん、これを怖がるって言ったじゃないですか。他は非常に嫌だ嫌だ嫌だっていう、すごく泣き叫んだったりとかして。今は大丈夫なんですか。これ今でも嫌だって言いますか。他はなんか変なものを見たとかは言ったりするんですか。あのいつもあっちの部屋にいる時とか言うかな、うん、も怖い怖いって言って、もう電気も明るくしてないと寝れないからっていうので、うん、一人とお風呂も入るのに、トイレも行けない、うん、トイレも行けないんですか。いけないです、ずっとそばにいてっていうような感じ、うん、部屋にいても怖い怖いっていうので、であれで電気なんか消したりなんかしたら、もうすぐ走ってきて、もうバーッと起こして、なんで私置いてくのよって感じで、すごい怒るっていう感じで、うんうん、娘さんは常に寝てるんですか。今必須です。で子供はただ私結構バーッてやっぱり言うちゃうたちなので、私のこと怖がってるから、やっぱりお父さんの方が優しいから、一人で寝れないんだったら一緒に寝るって言っても絶対嫌だって、うん、入りたくない、あそこに入りたくない、気持ち悪い、怖い怖い、見てるって、うん、見てるって言うんだ、誰かが見てる、見てるって言います、うん、なんか 何が見えたのって言うと、わからないけどね、うんとねっていう感じなんですね。まだやっぱり能力、言葉が拙いというか、まだ稚拙なので、まだこれ使わないですけど、近いですよね。あ、そうですね。ね、あそこだ、戦場だったんですよ。お城があって、ここら辺全部ね。あの結構激戦地。あ、近所なんですよ。いた。この子か。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。橋本京明から大切なお知らせとなります。今回募集します四柱推命コース、九星気学コース以降、今後すべてのオンライン授業の募集を終了させていただきます。四柱推命コース、一般的な四柱推命は生年月日生まれた時間から約59万パターンの運命や解決方法を導くことができます。この共鳴軸では約1億パターン以上を出すことができます。その方の運命を判断するのみならず、悪い事柄に対する対策や解決方法も説明いたします。仕事運、健康、恋愛、あらゆる運気に役立つことに間違いないと思います。九星気学コース、吉凶を知る方位学となります。引っ越し旅行など、相手の悩み、解決法までを学ぶことができます。悩み事をズバリ当てたり、統計学による宝くじの当て方も講義しております。共鳴軸の九星気学は、他の学校で習うものと異なると言われております。いずれも、プロ、副業として収入を上げたい方にも対応しておりますので、この講座を得ると鑑定ができるようになります。現役の鑑定士、日本最後の御名士、橋本共鳴が直接指導する唯一の軸となります。授業後は毎回質問コーナーを設けておりますので、プライベートのご相談や悩み事のご質問を直接私に聞くこともできます。ご相談によっては答えられない場合もございますので、そちらはご了承くださいませ。最後の機会となりますので、この機会にどうぞ応募の方をお願いいたします。